始まりましたメカニック TV。 今日はね、なんと私普段整備士として働いてるって何度もここで言ってるからもう覚えてもらったと思うんだけど、普段整備士してる時、工場働いてる時に問題が発生して、それはなんか動画に撮ってもらおうかなと思って、じゃん、よく使う21のボックス、これ見て、割れてんの。整備士あるあるだとは思うんだけど、整備士になりたての子はまだこれ経験してないから、ぜひ自分の工具今すぐチェックしてほしいんだけど、ほらインパクトって言ってエアーツールで使う工具だから、こうやって割れちゃうので、特に、ボックス2種類あって、ここが薄いタイプのと、ここが薄くないとかあるんだけど、薄くなきゃ取れないなととかあるわけさ。それはこの薄口使うんだけど、やっぱここが薄い分すぐ割れちゃうんだよ。1年とか2年使えば割れちゃう。で、これ割れると、もう使い物にもならないし、割れたタイミングで怪我とかしたりとか、割れたからホイールが傷つく、ホイールが擦れちゃって傷つくっていうことがあるから、もう取り返しがつかなくなるから、壊れる前にチェックするのが一番なんだけど、私も壊れてから気づいたから何とも言えないんだけど、これ、ぜひ今自分が持ってる工具、絶対必要な部品だからさ、で、なんと、これ、壊れたって私、SNS に書いたわけさ、自分の。そしたら、なんと、トネっていうメーカーが、もう僕んちのはなかなか壊れにくいので、ぜひ使ってください、送りますからって言ってくれて、送ってくれたんだよ。で、まだ届いてないからさ、今度届き次第それ、紹介しようと思うんだけど、そのトネの特徴は、ここのもう一個リングがついてるから、この中のが割れちゃっても使えるとかいう性能がついてたりとかするんだって。でそういうのいろいろあるから、これってすごい安いんだよ、硬券で薄いから使える。でも本当、このメカニック TV を通して伝えたいことは、工具が壊れる瞬間が怪我をするタイミングです、一番。ミスしたら怪我する時もあるけど、やっぱり工具が壊れる時に怪我をするわけさ。壊れると思ってないから、こっちは力をバン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 加えてる時に工具が折れたりとかするから、自分に刺さったりとかして怪我しちゃう。だから工具のメンテナンスか確認だよね、目視、こういうの重要だから、こうなる前に今日はね、これを伝えたかったな私も壊れちゃった。なのでラチェットとかもギアが飛んだりとかいろいろするから、今回私が壊れたのはボックスだったからボックスの紹介だけど、今ボックス持ってるみんな、ここひびとか入ってないかぜひ確認してみてください。